各国の合計特殊出生率7から8人の子供を産む6から7人の子供を産む5から6人の子供を産む4から5人の子供を産む3から4人の子供を産む2から3人の子供を産む1から2人の子供を産む少子化とは出生数が減少すること出生率の水準が特に人口痴漢水準以下にまで低下すること子供の割合が低下すること子供の数が減少することを指し いずれの意味であるかは文脈による。長期的に人口が安定的に維持される合計特殊出生率を人口置観水準という。国際連合は先進諸国の人口置観水準を2.1と推計している。人口学において少子化とは合計特殊出生率が人口置観水準を相当長期間下回っている状況のことを言う。 経済発展と生活水準の向上に伴う出生率と死亡率の変化は多産多死から多産少子小産少子へ至る傾向があり人口転換と呼ばれる。多産少子の時人口爆発が生じることは古くより知られ研究が進められてきた。日本では江戸時代前半と明治以降の2度人口爆発が起きた。かつて小産少子社会は 人口安定的と考えられていたが、1970年代に西欧諸国で出生率が急落して以降、将来の人口減少が予測されるようになった。多くの先進諸国では死亡率が下げ止まる一方で出生率の低落が続き、1980年にはハンガリーが人口減少過程に入った。高齢化社会及び人口減少社会も 参照人口一人当たり GDP と合計特殊出生率。CIA ワールドファクトブック20920世紀の前半までは感染症の予防法も治療法も確立されていなかったので、妊産婦死亡率、中産期死亡率、新生児死亡率、乳児死亡率、乳幼児死亡率、成人死亡率はいずれも著しく高かった。また、生活習慣病の予防法も、 治療法も確立されておらず、臓器の機能不全を代替する人工臓器や臓器移植の医療技術も確立されていなかった。そのような社会状況では平均寿命は50歳前後が限界であり、死亡率の高さを補うために健康で妊娠出産能力がある女性は10代の後半頃から40代頃まで埋める限り産むという他多産多死の社会だった。10代の出産も 高齢出産も21世紀初頭の現在よりも実数で多かった。20世紀の後半になると産業と経済の発展、政府の歳入の増大と社会保障支出の増大、科学と技術の向上、医学と医療技術の向上などがあった結果、感染症の予防法と治療法が確立され、妊産婦死亡率、中産期死亡率、新生児死亡率、 乳児死亡率、乳幼児死亡率、成人死亡率はいずれも著しく減少した。その上、生活習慣病の予防法や治療法、そして人工臓器や臓器移植の医療技術も確立されたので、平均寿命は著しく上昇し、その一方で逆に合計特殊出生率は著しく低下し、他三多産多死の社会から、小産少死の社会に移行した。 20世紀の後半以後、こうした医療技術の確立は先進国だけでなく、開発途上国にも、低開発国にも普及した。先進国では大部分の国が合計特殊出生率が2人未満になり、開発途上国でも2人未満の国や2人台が大部分になり、低開発国でも20世紀前半の先進国よりも低くなっている。内閣府の 少子化に関する国際意識調査はアメリカ、フランス、韓国、スウェーデン、そして日本という5カ国のおよそ1000人の男女を対象として2005年に行った少子化についての意識調査の結果を報告している。これによると子供を増やしたくないと答えた割合は53.1%と他の4カ国と比較して最も高かった。 子供を増やしたいと答えた割合が最も低いのも日本であった。子供が欲しいかとの問いについてはいずれの国も9割以上が欲しいと回答している。同調査において示された子供を増やしたくない理由はなどとなっている。日本における少子化は結婚した女性が産む子供の数の減少と捉えられがちだが2017年の結婚した女性が産む子供の数は ベビーブーム時代と変わらない。出生数が減っているのは晩婚化と未婚化により1980年代まで出産のメイン層だった20代女性の出産の減少によるものとする分析がある。世界における都市化率の増加も主要な要因の一つだとされている。都市住民は田舎住民よりも子供はあまり持たない傾向がある。都市住民は児童を農場労働力として 必要とはせず、また都市では不動産価格が高いため大家族は費用がかさむ。経済的理由により子供が生まれた時の十分な養育費が確保できる見通しが立たないと考え、出産を控える傾向がある。子育てにかかる費用が高いことも要因として指摘されている。国民生活白書によれば、子供一人に対し1300万円の養育費がかかると試算している。 母親の学歴が上がるほど、子供一人あたりの教育費が上昇し、子供の数が減る傾向にある。このため、一律的な所得保障は、相対所得を上昇させず、出生率を上昇させない可能性が高いが、養育費を低下させる政策は、出生率を上昇させる可能性がある。否認及び人口妊娠中絶も、参照政府によっては少子化推進政策をとるところもある。 例えば中国の一人っ子政策など、なお、一人っ子政策は2016年に廃止された。日本でも1974年7月に実施された第1回日本人口会議では、国内の増えすぎる人口を問題視し、子供は二人までという宣言を出し人口抑制を推奨した。晩婚化も参照未婚化、晩婚化の進展が、 より強く少子化に影響しているという側面もある。女性は大制期に最大の卵子を持ち、以降減少していく。このため女性の妊娠しやすさは、おおよそ32歳くらいまでは患女に加工し、卵子数の減少と同じくして37歳を過ぎると急激に加工していく。また男性も年齢とともに妊妖脳が低下する。また近年の欧米の研究では、 高齢により、男性の精神の質も劣化し、子供ができる可能性が低下し、染色体異常が発生しやすくなることなども報告されている。二人目不妊の問題もあり、雑誌社の調査では、不妊治療経験者中で、第二子の時に不妊治療を経験した人は6割を超え、そのうち人数が第二子で初めて不妊治療をした状態にあり、子供を望んでいて、 最初の妊娠で問題がなくとも、加齢やセックスレスにより妊娠しづらくなる問題が起こる場合があり、このため障害設計のため生殖可能年齢を早期に理解することも重要である。日本産科婦人科学会によると、不妊治療の体外受精によって2017年に誕生した子供の数は、この年に生まれた子供のおよそ16人に1人の割合となっており、誰もが 自然妊娠するとも限らない現状がある。戦前に出産した世代では4人以上出産するものが多かった一方、子供を産まないものも現在以上に多かった。それが戦後出産した世代の1921年から1925年後方とから産む子供数が2から3人、特に2人に集中する傾向が見られるようになり、昭和8年以降は2人っ子が過半数を占めるように、 なった。以後この傾向が続き、戦後標準的となった、二人子家族第一次人口、転換により定着した。この子供数の減少理由としては、戦前から、戦後初期の日本人の多くが、農林漁業や自営業に従事して、子供の補助労働力としての価値があったが、戦後大衆が、サラリーマン化したためその労働力の価値が低下した、ことが大きいとされる。 現在の経済的理由から実家に留まり続ける未婚者の存在や都市における未婚率の高さはかつての日本でも同様の傾向があるが、開婚、子供二人前後が成立した時代がそもそも歴史的に見て稀であり、開婚に近い状態を維持しないと人口が減少に転じる社会との指摘がある。家族人類学者のエマニュエル・トットは家族というものをやたらと商用し、 すべてを家族に負担させようとすると、それが重荷になって、帰って非婚化や少子化が進む、としている。厚生労働省が発表したデータによると、平均初婚年齢は、昭和50年には、女性で24.7歳、男性で27.0歳であったが、平成27年には、女性で29.4歳、男性で31.1歳と、特に女性を中心に晩婚化が進んでいる。 また、初婚者の年齢別分布の推移では、男女とも20歳代後半を山とする逆、有事カーブから、より高い年齢に分散化した、緩いカーブへと変遷しており、さらに、女性ではカーブが、緩やかになるだけでなく、ピークの年齢も上昇している。日本における、少子化の原因としては、未婚化や晩婚化などに伴う晩産化や無産化が、挙げられる。 低所得者層の未婚率の高さの分析。編集中小企業庁は、配偶者や子供がいる割合は概ね所得の高い層に多く、所得が低くなるに従って、未婚率が高くなるという傾向があり、低収入のフリーターの増加は、結婚率、出生率の低下を招くと分析している。現実として、三十歳代は、男性の正規就業者の未婚割合がセントで、 あるのに対して、非正規就業者は75.6%となっている。しかし女性は、正規雇用22.1%、非正規雇用8.3%と逆転しており、女性の場合は、年収が高くなればなるほど未婚率が高くなっている。男女とも同じような学歴、収入等を持つ、同類婚を求めがちであるが、低年収男性と、高年収女性のマッチングがうまくいかず、 未婚のまま残るとの分析がある。日本では婚外出生率が2.11%と諸外国に比較して低いため婚姻率の低さが出生率に影響しやすい。ただ歴史的には幕末には江戸の男性の5割が未婚であった。また1980年以前も低所得者層の人口比は今と大きな差がないのに関わらず婚姻率や 出生率は1980年代以降より高かった。生活やライフスタイル、価値観の多様化により、コストが意識される結婚を低所得者層が敬遠するようになったとも考えられる。女性の高学歴仮説、編集日本では1947年の1949年の3年間は、戦地や軍隊から家族の元に戻った男性の妻の出産や、 戦地や軍隊から戻った男性と結婚した女性による出産が多いという特殊な社会条件があり合計特殊出生率は4人台だったがその後は減少し第二次世界大戦終結から16年後の1961年には史上最初の一人大の1.96人になった1963年以降は日の絵馬である1966年を除いて 1974年まで二人台であったが、1975年に1.91人と、再び一人台を記録して、以降2013年まで一人台が継続されている。合計特殊出生率の算出対象である15から49歳は、1961年では1912から1946年生まれであり、 1975年では1926から1960年生まれであり、女性の大学進学率は1940年生まれでは10%未満、1950年生まれでは10%台、後半、1960年生まれでは30%台、前半、1970年生まれでは30%台、後半であり、 全体として、戦後女性の高学歴化と少子化は同時に進行している。少子化問題は古代ローマ時代にもあった。アウグストスは、紀元前18年にユリウス正式婚姻法を施行した。現代の考え方とは違って、非婚女性の福祉を図るというより、結婚していない場合様々な不利益を被らせるというものであった。すなわち、女性の場合、独身で、 子供がいないまま50歳を迎えると遺産の相続権を失う。さらに5万セステルティウス以上の資産を持つことができない。また、独身税というのもあって2万セステルティウス以上の資産を持つ独身女性は年齢にかかわらず毎年収入の1%を徴収された。男性の場合にも元老院議員等の養殖につく場合既婚者を優遇し、 さらに子供の数が多い方が出世が早い制度を作っていた。それがために中には売春婦と偽装結婚してまで法の目をくぐり抜けようとした者もいたという。詳細は国の合計特殊出生率順リストを参照欧米の先進諸国は世界でもいち早く少子化を経験した地域である。ヨーロッパの人口転換は戦前に終了していたが、 アメリカ合衆国では1950年代後半にベビーブームが起きた。1960年代には欧米は日本より合計特殊出生率が高かったが、1970年代には日本の緩やかな低下とは対照的に急激な低下が起こり、1980年代前半には日本ともほぼ同水準に達した。ただし欧米では移民を受け入れていたので、これが 人口低下には直接通じなかった。1980年代中頃までは多くの国で出生率は低下し続けたが、1980年代後半からはわずかに反転あるいは横ばいとなる国が増えている。アメリカやスウェーデンなどは1990年に人口痴漢水準を回復したが、その後再び低下した。多くの国では出生率回復を政策目標とはせず、 育児支援などは、児童、家族政策として行われている。南欧では1970年代後半から、合計特殊出生率が急低下し、イタリア・スペインでは1.1台という、超低出生率となった。伝統的価値観が強く、急激に進んだ女性の社会進出と高学歴化に、対応できなかったことが原因とみられる。1990年代後半以降、 構成度面の改善と規範意識の変革により出生率の持ち直しが見られる国もある。東欧、旧ソ連では計画的な人口抑制政策や女性の社会進出が早かったことなどからもともと出生率が低かった。また1980年代以降、経済停滞や共産主義体制の崩壊などの社会的混乱による死亡率の上昇が生じ20世紀中に 人口減少過程に入った国が多い。韓国、台湾、香港、シンガポールなどのニーズでは1960の1970年代に出生率が急激に低下し、日本を超える急速な少子化が問題となっている。2003年の各国の出生率は、香港が0.94、台湾が1.24、シンガポールは1.25、韓国は1.18である。 家族構成の変化や女性の社会進出、高学歴化による教育費の高騰など日本と同様の原因が指摘されている。中国やタイでも出生率が人口置換水準を下回っている。多くのアジア諸国では出生率が人口置換水準を上回っているものの低下傾向にある国が多い。また、出生率の統計は 出所によって数値が大きく食い違う国があることが指摘されており、ザ・ワールド・ファクトブックを含めてすべての調査機関が独自の修正を行っている。米国アメリカが衆国では1985年以降出生率が上昇に転じ、1990年以降2000年代半ばまで合計特殊出生率2.0付近で横ばいであったが、以降は減少し1.8程度となっている。 これはヒスパニック系国民の出生率が高いためである。また2017年にはもともと少なかったヒスパニック系白人やアジア系だけでなく全ての人種の出生率が人口置換水準を下回っている。しかし一方でヒスパニック系白人の出生率も2000年代は1.85程度であったが2010年以降は減少し2017年は1.67であった。 人口置換水準以下ではあっても日本、欧州や一部のアジア系よりは高い水準にあるが低下傾向にある。また、かつて非常に高かった黒人の出生率は1970年代以降急激に下降し白人やアジア系の水準に近づいている。なお、アメリカでは欧州各国のような国が直接的に関与する出産、育児支援制度などは ほとんどなく、基本的には、民間の企業や NPO、財団法人などが少子化対策に対応している、ケースが多い。40歳から44歳の米国人女性のうち、子供がいない人の割合は2014年6月時点で15.3%となり、2012年の15.1%を、上回った、女性の晩婚化と晩餐化に伴い、少子化が進んでいる。 イギリス・イギリスは1960年代後半から出生率が下がり1990年代後半まで1.6人前後で推移していた。トニー・ブレア労働党政権以後、フレキシブル制度の奨励をはじめとする労働環境の改善や、マーガレット・サッチャー保守党政権下で発生した、高教育崩壊の立て直し、外国人の出産無料などが行われた。 その結果2000年以降イギリスの出生率は持ち直し2005年には1.79人にまで回復した1990年代前半のスウェーデンのように経済的支援だけに目を向けた出生率維持の色が濃厚な短期的少子化解決政策ではなく父母双方が育児をしやすい労働体系の再構築や景気回復による個人所得の増加を合わせた総合的 長期的な出産、育児支援政策の結果として出生率が上がったことは現在国内外でかなり高く評価されている。フランスフランスでは長く出生率は欧州諸国の中で比較的高い位置にあったが、1980年代以降急速に下がり1995年には過去最低の1.65人にまで低下した。その後政府は 出生率を人口痴漢水準である2.07人にまで改善させることを目標と定め、各種の福祉制度や出産、育児優遇の税制を整備した、女性の勤労と育児を両立することを可能とする、保育ママ制度、子供が多いほど課税が低くなる N 分 N 乗税制導入や、育児手当を先進国最高の20歳にまで引き上げる、施策、各公共交通機関や、 美術館などでの家族ぐるみの割引システムなどが有名。この結果低下したフランスの出生率は2006年に欧州最高水準の2.01人にまで回復したが2019年にはすでに低下傾向である。スウェーデン詳細はスウェーデンの人口統計を参照スウェーデンでは出生率が1980年代に1.6人台にまで低下し早くに 社会問題となった。そこで女性の社会進出支援や低所得者でも出産、育児がしやすくなるような隠し手当の導入が進められた。また婚外子に着出子と法的同等の立場を与える法制度改正も同時進行して行われた。結果1990年代前半にスウェーデンの出生率は2人を超え先進国最高水準となった。この時期、 出生率回復の成功国として多くの先進国がこのスウェーデンモデルを参考にした。しかし1990年代後半、社会保障の高コスト化に伴う財政悪化により政府は行財政改革の一環として隠し手当の一部廃止や減額、労働時間の長期化を認める政策を取った。結果2000年にはスウェーデンの出生率は1.50人にまで急落した。 その後は、イギリスと同様男女ともに働きつつ、育児をすることが容易になる、労働体系の抜本的見直しや、さらなる公教育の低コストを図り、2005年時点で、出生率は1.77人まで再び持ち直した。さらに、翌2006年には、出生率1.85人、出生数10万6千人とおよそ10年ぶりの、高水準にそれぞれ回復している。ドイツドイツも、 2005年時点で出生率が1.34人と世界でもかなり低い水準にある。東西分裂時代より旧西ドイツ側では経済の安定や教育の高コスト化などに伴う少子化が進行しており、1990年頃にはすでに人口痴漢水準を東西ともに大幅に下回っていた。その後ドイツ政府は人口維持のため各種教育手当の導入や、 ベビーシッターなど育児産業の公的支援、教育費の大幅増額などを進めた。しかし、ドイツでは保育所の不足や手当の支給期間の短さ、さらに長く続く不況による社会不安などが影響して2000年の1.41人をピークに再び微減傾向にある。出生数も2005年に70万人の大台を割り、その後大きな成果は上げられていない。 ドイツはすでに毎年国民の10から15万人前後が自然源の状態にある人口減少社会であり、2005年は約14.4万人の自然源であった。このまま推移すると2050年には総人口が今より1000万人余り減ることが予想されている。またドイツはヨーロッパ有数の移民大国。 外国人労働者受け入れ国家であるが、その移民や外国人労働者の家族も同様に少子化が進んでおり、ドイツにおける移民の存在は出生率にほとんど影響していない。しかし難民を多く受け入れた2016年は1.59と43年ぶりの高水準となった。単なる人口減だけでなく、優秀なエンジニアも大量に少なくなる資産が出ており、ドイツ人はこの状況に、 危機感を持っているものが多い。2014年の欧州議会議員選挙では多くの国で移民反対を主張する政党が支持を伸ばしたのに対し、ドイツでは移民を支持する政党が支持を伸ばした。イタリア・イタリアでは1970年代後半から大幅に出生率が落ち込み、1990年代にはすでに世界有数の少子国となっていた。 イタリアの場合他の国とは少し異なり一い、地域間格差、出産、育児に関する社会保障制度の不備、女性の社会進出などに伴う各家族家の信仰そして根強い伝統的価値観に基づく男女の役割意識の強さなど、かなり個性的な問題が背景にあった。こうした中で、シルビオ 結果2005年に出生率は1.33人にまで回復したが依然として出生率そのものは世界的にかなり低い水準に止まっている。イタリアをはじめとして南欧や東欧では男女の家庭内における役割意識など保守的価値観が強くカトリックは離婚が禁止されているために出生数の伸びにつながりにくい。 オランダオランダでも1970年代から1980年代にかけて出生率が大きく下がり1995年には過去最低の1.53に低下した。そこで政府は子育てがしやすい社会の再構築のため数々の施策を試みた。北欧と同様法律婚によらなくても家庭を持ち子育てが可能となるような政策が広く知られている。 具体的には、登録パートナー制度と呼ばれ、養子を取ることや、同性同士でも子育てが認められるなど、伝統的なリベラル国家オランダらしい制度が知られている。また世界でもいち早く、ワークシェアリングや同一労働同一賃金制度を取り入れ、パートタイム労働者であっても、フルタイム労働者と同等の社会的地位、権利が認められるようになった。これは、 家計の維持のしやすさや家庭で過ごす時間の増加につながり、ひいては出生率回復の大きな原動力となった。また、オランダでは国籍に関係なく18歳以下の子供を持つ家庭においては、税制上の優遇措置もしくは各種育児手当支給のいずれかを選択できるようになっており、これにより東欧系やインドネシア系、南米スリナム系はもちろん90民の高い、 出生率が維持されている。2000年以降オランダの出生率は1.73から1.75人で推移しており、欧州諸国の中でも比較的子育てのしやすい国として注目されている。ロシアロシアではソ連崩壊後、人口妊娠中絶や離婚の増加で出生率が低下し、他にも社会情勢の混乱による死亡率上昇や他国への移住による 人口流出のため、1992年に主要国で最も早く人口減少過程に入った。以降、人口の自然減が続き、ウラジーミル・プーチン大統領は演説で年間70万人の人口が減っていると述べた。ロシアの人口は2001年時点で1億4600万人だったが、2009年現在は1億4200万人となっている。プーチン大統領は、 2050年には1億人、スレスレになると予測していた。他方で、資源バブルや欧米資本による工場建設などを背景に、経済成長は著しく、ブリックスと言われ、国家全体でも一人当たりでも GDP の増大が続いていたが、石油価格高騰の終了、クリミア併合に伴う、経済制裁などで2013年から GDP の減少となった。 ソ連時代には200万人を超えていた、出生数は1999年には121万人に減少した。2000年にプーチン大統領が就任して以降、プーチン大統領による少子化対策が行われるようになり2006年には大胆な少子化対策を打ち出した。2007年以降に第2子を出産した母親に、 その子が3歳になった日以降に25万ルーブルの死と限定資金を支給することにした。このほか、プーチン大統領は、児童手当や産休中の賃金保障額の引上げなども行った。ウリアノフスク州知事であるセルゲイ・モロゾフ知事は、2007年以降、9月12日を家族計画の日を制定し、家族計画の日で受精して9ヶ月後に、 ロシア独立記念日である6月12日に出産した母親に商品を贈与するという。これらの対策により1999年には121万人まで減少した。出生数は2008年には171万人までに増加2003年には79万人でピークを迎えた。減少数は2008年には10万人にまで減少して改善した。 合計特殊出生率は1999年に最低の1.16を記録した後上昇した。しかし、出産的霊気人口の減少とベビーブーマーの出産終了により、出生数は再び減少。2018年の出生数は160.4万人であった。2019年の出生率は1.5であった。他にも近年は医療水準の向上や、 経済の再建による社会の安定等により死亡率は低下し、また中央アジア諸国からの移民による社会増収、クリミア半島の併合などで増加しており、これに伴い1992年以降続いている人口減少はその後改善傾向にあり人口減少問題の緩和が見えているが、高齢者の増加により新しい問題が出てきている。ロシアの少子化は ロシア軍にも影響を与えている。ロシアでは、徴兵制度が敷かれているが、若者の間では、徴兵逃れが蔓延している上、少子化の影響で軍の定数すら維持できない状態に、ある。ロシア軍は、破綻寸前の徴兵制度から死願制に移行しつつ、ある。国家統計局の2013年の調査では、過去45年来、毎年100万を超える出生届が出されていたが、 2012年は80万件を下回った。政府が運営する婚活支援サービスが存在する。韓国では1960年頃6.0人、1970年頃に4.53人だった出生率が経済発展と同時に急落した。1987年に1.53人で、 最低水準を記録した後1992年には1.76人を記録して再び下落し始めた。2000年に出生率が上昇して1.47人を記録したが2001年から下落反転して1.30を記録し2002年には1.17人、2003年には1.18人と推移した。はじめは人口急増による失業者増大などを恐れ、 出産抑制策を取っていた政府も21世紀に入って急激な少子化を抑えるため姿勢を一転させる。具体的には2005年の子ども家庭省新設、大統領直属の少子化対策本部立ち上げ、出産支援を目的とした手当導入などが挙げられる。しかし、韓国では他の東アジア先進地域と同様女性の社会進出に伴う万婚化の進展や未婚女性の 増加、そして社会福祉システムが軌道不備。加えて、韓国の私的教育費は OECD 加盟国最高水準という状態で、激しい受験戦争や高学歴化に伴う家庭の負担増加は韓国をさらなる少子国に追いやった。2005年の出生率は1.08人と事実上、世界最低水準に落ち込み、現在のところ韓国の少子化対策は不調気味で、 あると言える。加えて、韓国では、経済成長の限り、1997年 IMF 通過危機、その後の雇用不安によって晩婚化や子供のいない、家庭が深刻化し、政財界を悩ませている。2005年度では34万件の人口妊娠中絶があり、これは、韓国の新生児の78%に当たる。2009年に、 大統領府の主催する会議は出生率低下に対する対応策の一つとして打体を取り締まると発表した。女性団体らはこれに反対している。2006年にはオックスフォード大学の人工学者デイビッド・コールマン教授が韓国は世界で初めて少子化で消滅する国になるだろうと予測した。2018年には 出産や育児の手当など少子化対策の財源を確保するため少子化税の導入を検討している。2018年8月22日、韓国統計庁が発表した2017年出生統計によれば韓国の合計特殊出生率は1.17人で過去最低を更新し OECD 加盟国の中でも最下位となった。 2019年に発表された2018年の合計特殊出生率は0.98で世界最低かつ史上初の合計特殊出生率1未満となった2019年7月から9月までのソウルの合計特殊出生率は0.69で世界で初めて0.7を割った韓国国会の調査によると少子化の対策を何ら行わなかった場合における 最悪の予測では2750年までに韓国の人口は絶滅するとしている。東アジアの合計特殊出生率2019年の5165万人をピークに人口減少社会に突入すると予想されている。2019年3月の人口推計では2065年には全人口に対する65歳以上の高齢者比率が46%と 世界最高となり、2067年の総人口は1972年水準の3365万人まで減少すると予測されている。2019年の合計特殊出生率は0.92人に落ち込み、過去最低を更新した。北朝鮮の合計特殊出生率は国家による統計が国連へ開示されていないものの、少子化の進行は、 金正恩国家元首が認めている。中国中国では人口抑制政策である一人っ子政策が1979年に開始され、合わせて万婚万産、小生ま、まれ、優生の5つのスローガンが掲げられた。この方針が人口ピラミッドの年代別の人口バランスに影響を与え、今後の推移予想から2050年時点で65歳以上の 人口が4億人を超えると見られている。この政策は男子を望む家庭が多いことから男女比119対100という出生構成比に歪みを生じさせている。また将来の労働力となると期待される14歳以下の人口の減少にもつながっている。国際連合人口部によると中国の生産年齢人口は2015年頃にピークを迎え、 2020年頃から急激に減少し、2050年には50.0%、2100年には46.9%まで減少すると少子高齢化になることが予測されている。中国の人口は2030年頃の14億6000万人がピークとなり、2100年には10億人にまで減少すると推測している。実際には、 生産年齢人口のピークは2013年であり、減少に向かっている。総人口の伸びが止まると65歳以上の高齢人口比率が極端に増えるため、8421問題と呼ばれる。将来、一人の子供が二人の親の面倒を見、四人の祖父母と八人の祖祖父母も支えるという深刻な社会構造の到来が懸念されている。 今後確実に訪れると考えられる超高齢社会を睨んで出生計画の方針に変更が見られ一人っ子政策は2016年に廃止され第二子まで許されるようになったしかし出生数の増加は政府の期待値には届いていない台湾や香港も中国をしのぐ少子化が進行している都道府県ごとの年少人口比率日本の 人口ピラミッド詳細は、日本の人口統計を参照日本政府は、平成16年版少子化社会白書において、合計特殊出生率が人口を置き換え水準を、はるかに下回り、かつ、子供の数が高齢者人口よりも少なくなった社会を、少子社会と定義している。日本は1997年に、少子社会となった。 日本の人口痴漢水準は2.08と推計されているが、日本の出生率は1974年以降2.08を下回っており、日本の総人口は2005年に戦後初めて自然減少した。2019年の出生率は1.36であった。国立社会保障人口問題研究所の予測によると、 2065年には日本の総人口がは8808万人にまで減少しているが出生率は1.39と低水準のまま回復しないという状況になっている2019年日本人の人口は48万人減少した一方外国人が20万人ほど増加しており日本に居住する総人口の減少はなだらかなものとなっているなお少子化は 全国的に非対称で進行しており、2018年の比較では、南日本8県よりも北日本7県の方が人口が多いにもかかわらず、出生数は南日本の方が33%も多いなど差が顕著となっている。年少人口比率も実に21位まで全て西日本または中日本が占めている。特に九州沖縄地方が高く、 上位10位以内に6県が集中し、全県が全国平均を上回っている。このほか滋賀県、愛知県、広島県が比較的高い。一方で東日本は、栃木県以外全県が全国平均を下回っており、特に北海道東北地方各県や東京都は海に沈んでいる。少子化には以下のような悪影響がある。少子化対策には、 育児休暇制度の拡充出産後の再就職支援保育施設の拡充結婚の支援出産、育児を支援する各種給付金制度の拡充独身税高齢者の再雇用制度の整備外国人労働者の受け入れなどがある。オーストラリアでは1980年代から日本では1990年代から家族、子供向け公的支出が GDP 比でほぼ毎年増加しているが、いずれも 出生率は低落傾向が続いている。EU 諸国では、高負担、高福祉の社会保障政策が確立していて、妊娠、出産、育児に対する制度的、金銭的な支援が豊富。しかし、日本の場合 EU 諸国と比較して、妊娠、出産、育児に対する制度的、金銭的な支援が貧弱であり、義務教育終了以後の高校、大学、 大学院の学費をパートタイム学生として支払うという選択肢が全くない。個別の施策と出生率の関係を厳密に定量化することは難しく、幸福誌が少子化を改善するか否かは、総合的な観察からも明瞭な結論は導かれない。2010年までのヨーロッパでは、スウェーデン、フランスなど、子育て支援によって出生率が回復していた。 スウェーデンでは1980年代後半に出生率が急激に回復したことから少子化対策の成功例と言われ、日本において出産、育児への充実した社会的支援が注目されている。しかし、前述した通り、スウェーデンは高コストであった従来の出生率改善策を放棄しており、より長期的な観点に立ったイギリス式モデルによる改革を行っている。 デンマーク教育費は小学校から大学まで無料であり、大学生は月額およそ7万円の生活手当が支給される。これは大学生がアルバイトなどで勉学をおろそかにせざるを得ない状況を回避するためである。子供は社会の財産であるという観点から子供手当が無駄な支出だという声は聞かれない。この子供手当によって 多少の支出を要するデンマークの保育園や幼稚園の費用を埋め合わせることができる。ただし、現在の出生率は1.76と、再び減少ペースに入っている。出産、育児休暇は、男女で56週間取れるだけでなく、給料も支払われる。なお、デンマークの最高税率は、所得税、地方税を合わせて51.5%である。また、バットは、 25%である。2050年の日本日本政府は出生力回復を目指す施策を推進する一方、少子高齢化社会に対応した社会保障制度の2003年9月22日より少子化対策を担当する国務大臣が置かれている。詳細は内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣を参照。 2000年、経済企画庁は、人口減少化の経済に関する研究会を催し、女性、高齢者の就職率の上昇及び生産性の上昇によって少子化のマイナス面を補い、一人、当たりでも、社会全体でも、GDP を増大させ生活を改善していくことは、十分に可能。出生力回復を目指す、施策、編集1980年代以降、政府、 在界では、高齢者の増加による社会保障費の増大や労働人口の減少により、社会の活力が低下することへの懸念などから、抜本的な対策を講じるべきだとの論議が次第に活発化した。政府は1995年度から本格的な少子化対策に着手し、育児休業制度の整備、少病時の看護休暇制度の普及促進、 保育所の充実などの子育て支援や、乳幼児や妊婦への保険サービスの強化を進めてきた。しかし、政府の対策は十分な効果を上げられず、2002年の合計特殊出生率は1.29へ低下し、第二次世界大戦後初めて1.2台に落ち込んだ。出生率低下の要因は、学費などの養育費用の増加、長時間労働、高学歴化、晩婚化、未婚化、 雇用形態の流動化、時間外労働、低賃金、片親世帯、高齢者、障害者支援の不足による、出産の損害、離婚率の増加、養育費の未払い、産業革命以後の人口の激増、子供ができにくい体質が関連している可能性がある。また長時間労働は、事故の力で解決は難しいため何らかの対策が求められている。 2003年7月23日、超党派の国会議員により、少子化社会対策基本法が成立し、同年9月に施行された。衆議院での審議過程で、女性の自己決定権の考えに逆行するとの批判を受け、全文に、結婚や出産は、個人の決定に基づくの一文が盛り込まれた。基本法は少子化社会に対応する、基本理念や、国、 地方公共団体の責務を明確にした上で、安心して子供を産み、育てることのできる環境を整えるとしている。2003年、政府は次世代育成支援対策推進法を成立、交付し。2010年、政府は安心して子育て可能な環境を整備するという目的で子ども手当を創設した。安倍内閣は全世代型社会保障を掲げ、 少子高齢化対策に取り組んでいる。2019年10月からは幼児教育無償化が始まり、2020年4月からは低所得世帯の学生を中心に大学や高校の授業料などを実質的に無償化する新制度が始まる予定である。安倍晋三内閣総理大臣は2019年の出生数が初めて90万人を割ったことを受けて大変な事態であり、 国難とも言える状況だと指摘し、少子化対策を担当する江藤明11億総活躍担当大臣に対し、政府が掲げる希望出生率1.8の達成に向けて、あらゆる施策を動員して、対策を進めるよう指示した。菅義偉内閣となってからは、政府は不妊治療に対する支援制度を2021年度にも拡充する方針を固め、女性増額や、 所得制限の緩和を検討を始めた。近く取りまとめる第四次少子化社会対策大綱にも不妊治療に関する実態把握を行い、男女を問わず不妊に悩む方への支援に取り組むと盛り込むと報道されている。少子高齢化に対応する施策。編集詳細は日本の福祉、急速な少子高齢化を参照日本の少子化の一員として 正社員減少などによる家計の減少による経済的な問題が指摘されている。そのため、共働きで子育てをしやすい環境を構築することが少子化抑止につながるとの意見があり、保育所の拡充、山市保育の拡充、父親の子育て参加支援等の推進が求められている。この政策を実施する場合、共働きを阻害する配偶者控除を廃止することも、 議論されている。夫婦別姓も参照日本では、選択的夫婦別姓制度を導入することによって、少子化に歯止めをかけることができるという意見がある。婚姻数の増加のためには、独身男女が婚姻に意識を向けるための制度の導入が望まれることから、選択的夫婦別姓制度の導入が望まれるという意見である。なお、この制度については、 大手新聞の調査で賛成が反対を大幅に上回り、過半数を占めている調査が見られるほか、2012年の政府の調査でも賛否は拮抗しつつも若い世代では賛成が多数となっている。しかし導入に関しては、その是非が議論されている段階である。また、別姓での結婚を実現するためなどの理由で、夫婦が事実婚の形で子供を持った場合、 夫婦の片方のみしか親権を持てないことが問題となる。この問題は男性の育児への参加意欲をそぐようなことも考えられ、女性の育児負担も解消されず、少子化は加速されるといった議論もある。人口減少化において、労働人口及び消費人口を確保するための施策として移民を積極的に受け入れることが挙げられる。ただ、 あくまで自国民の出生数が減り続ける少子化に対する対策ではなく少子化がもたらす労働力不足を補うための対策である。2012年当時の少子化対策担当大臣であった中川雅春は2012年2月23日に報道各社とのインタビューにて北欧諸国や米国は移民政策をみんな考えている。そういうものを視野に入れ 国の形を考えていくと発言し、出生力回復を目指すだけでは、人口減少を食い止めることは困難であるとの認識を示した。2014年2月24日、内閣府の選択する未来委員会は、外国からの移民を毎年20万人ずつ受け入れることで、日本の人口1億人を100年後も維持できるという悲算を示した。ただ、少子化が改善しないまま、 移民を再現なく受け入れ続ければ人口比では減り続ける自国民に対し移民は増え続けることになりいずれ物理的に逆転することになる。日本では移民受け入れには反対する人が多く移民受け入れには断固反対だという人が半数近くになったアンケートがある。女性の人口に新中絶を禁止することが少子化対策になるのではないかという意見がある。 平成28年度の人口中絶件数は16万8015件であった。ニコライチャウシェスク政権下のルーマニアでは人口を増やすため人口妊娠中絶を法律で禁止としたが、秘密裏に行われた妊娠中絶の結果障害を負った女性、あるいは死亡する女性も少なくなく、1960年代後半までにルーマニアの人口は増加に転じたが、今度は育児放棄によって、 孤児院に引き取られる子供が増えるという新たな問題が生じた。日本、ありがとうございます。